私の名前は菊池悦子。近所のスーパーでパートとして働いている。娘ももう8歳だし、ますますこれからお金がかかるから少しでも稼がないと。夫は一般企業でサラリーマンをしている。ごく普通の家庭だと私は思っていた。うちは婿入りで、夫には私の家の名字になってもらい、母と同居している。父はもう亡くなってしまい、私たち夫婦、娘、母の4人暮らしだ。ママ、ピアノの先生のところ行ってくる。はい、行ってらっしゃい。娘には習い事を一つだけさせている。ピアノだ。私も母もやっていたので、実家には古いピアノが1台。十分音は出るし、しっかり調律もしているから使えるのだけど、孫が習い事をすると張り切った母が新しいのを買ってしまった。お母さん、安い買い物じゃないのに。ゆうみちゃんのためならこれくらい。なんて孫バカなんだろうと思ったが、まああっても困らないしと、古い方は使っていない部屋の隅に布をかけて置いておいた。確かに娘はピアノを頑張ってくれている。というか先生がいいのだと思う。優しく、それでいてわかりやすく教えてくれるみたいだし、娘も先生が大好きだった。ある時迎えに行くと、ワンワン泣いている子がいることに気づいた。ああ、ピアノ嫌い。いや、うまくいかない。落ち着いて。あれはルルナちゃんだよ。今度発表会でやる曲がうまくいかないんだって。そうなんだ。練習するのも大変な時もあるしね。ただ来週発表会があり、みんな一生懸命なのは一緒だ。聞けばルルナちゃんはしょっちゅう休んでいるのだとか。うちの子だけできないはかわいそう。ちゃんと教えてよ。でしたらお家でも。うちにはピアノなんてないわよ。でしたら来た時にしっかり。先生に怒っているのは多分ルルナちゃんのお母さんのアサナさんだろう。近所に住んでいるので時々顔を合わせる。だがあっちが挨拶を返してくれた試しはなかった。先生は助手の人に浅野さんに任せ、こっちに話しに来てくれた。教室が終わるときは先生から直接今日できたことなどを報告してもらえるのだ。ゆうみちゃん、発表会の曲はバッチリですね。もう言うこともありませんよ。やった、家でも練習してるもん。そうなんだ、頑張ってるね。話を横で聞いていたのか、いきなり浅野さんが割り込んできた。練習って何？家にピアノあるの？ええ、まあ。驚いてとっさに答えてしまった。途端チッと舌打ちをされて睨まれる。何？自慢？いや、そういうわけでは。うち2台あるんだよ。おばあちゃんのと新しいの。ポロッと娘がそうこぼしてしまい、ますます浅野さんは不機嫌になる。何それ、贅沢すぎない？うちに譲ってよ。いや、それは。何よケチ。悪態をついて泣いてるルルナちゃんを連れて去っていく浅野さん。私と先生は呆然としていた。すみません。いえ、先生のせいでは。面倒ごとに巻き込まれたな。嫌なことになりそう。その予想は当たることとなる。次のお迎えの時間からわざと浅野さんは私が来るのを待つようになり、しつこくピアノを譲れと言ってきた。2台あるんだからいいでしょ。うちの子が下手になってもいいの？でも、どちらも大事なピアノなので。1台はどうせ使ってないでしょ。あまりにもしつこいので、先生も助手の人も止めに入るぐらいだった。その度に。あっちが自慢してるのが悪いでしょ。私はもらってやるって言ってんの。と開き直る。ルルナちゃんにも、もらえるようなんて都合のいいことを言っているか、子供たち同士も揉め始めた。ゆうみちゃんがピアノくれるって言った。言ってないよ。お母さんも嫌だって言ってたもん。嘘つき、嘘つき。泣いているルルナちゃんがかわいそうに見えてしまうのか、他の子もなんであげないの、ひどくないと娘を責めるように。発表会前だというのに娘はピアノ教室に行きたくないと言い出した。そりゃそうだ。気持ちが分かったので、とりあえず強制せず、私は先生に相談した。ちょっとひどいですよね。私の方でも注意してるんですけど。あげるわけないのに、あげることになってて、どうしたら。拉致が開かないと、先生は浅野さんを呼び出し、3人で話し合う機会を作ってくれた。何度も言ってますけど、ピアノはあげませんから、お子さんにもはっきり言ってください。はあ？ひどい。もう娘にあげるって言ってるから。あんたがくれないから、うちの娘泣いてるんですけど。それはないでしょ。あげないと最初から言ってるのに。はあ？なんでそっちばっか味方すんの？うちの子の方がかわいそうでしょ。ひいきだ。娘が発表曲できないのもあんたのせいでしょ。ちゃんと教えてよ。もう先生と2人でため息しか出なかった。
まるで通じないので先生の方が旦那さんの方に連絡してくれた。すると仕事終わりにすっ飛んできてくれ、深々と頭を下げてきた。本当にすみません、ほら謝れ。なんで私が、悪いのはこっちじゃん。ピアノはお前が貯金できないから買えないんだよ。送り迎えが面倒だからってろくに教室にも行かせないで何が発表できないだ。おかしいのはお前だろ。みんながいる前ではっきり旦那さんに悪いと言われ、アサナさんは顔を真っ赤にしていた。それから無理やり頭を下げさせられたものの、頬を膨らませながら帰っていった。ルルナちゃんにもしっかり注意をしてくれ、娘はまた教室に行けるようになった。これで終わるといいけど、残念ながら終わる話ではなかった。発表会前の土日、私家族はみんなで買い物に向かった。ほんの2時間だ。その間に家ではとんでもないことが起きてしまった。ただいま。ん？何やら雰囲気がおかしい。風が吹いてきている。慌ててリビングに行くと窓が破られていた。そしてピアノが、なんとリビングに置いていたピアノが壊されていた。よくよく見ると鍵盤の間に接着剤を丁寧に塗ってあり、蓋を開けて中にも垂らしてあった。ついでにハンマーやトンカチで殴った後も。まさか。母はもう一台ピアノが置いてある部屋へと走る。すぐに悲鳴が聞こえてきた。嘘でしょ。こちらのピアノも同じように壊されていた。他には目もくれず2台のピアノだけを狙った犯行。すぐに警察を呼ぼう。夫がスマホで通報するとすぐに警官が来てくれた。ピアノだけですか、心当たりあります？ないわけがない。一応最近ピアノで揉めていたことを話すと、すぐに警官はアサナさんの家に向かった。案の定犯人はアサナさんだった。なんで警察呼んだの、ピアノ壊しただけじゃん。警官が来た瞬間そう泣き叫んだそう。被害届出しますかと警官から聞かれたが、とりあえずまだ保留にしておいた。すぐに業者を呼び修理するということで見積もりを出してもらうことに。中をすべて変えるため1台は40万ちょっと、もう1台は35万ちょっとかかると言われた。優美が使っていたものだったので夫の方がかなり怒っており、次の日には弁護士を探してきた。修理代慰謝料込みで100万ほど請求しましょう。感じが悪いと言われようがなんだろうが、優美の受けたショックは大きい。旦那さんは警官が来た日に羊羹持って平謝りに来たが突っ返した。あとは弁護士を通しましょう、被害届出すことも考えてますと返したら真っ青になっていた。旦那さんから聞くに、アサナさんは2台もあるなんて贅沢なっていう考えから2台もいらないでしょうに考えが変わり、最後はそうだ壊しちゃえばいい、そうしたら練習もできないという考えに至ったらしい。欲しかったんじゃないんかい。発表会に向けて子供たちだけで発表会の予行練習をしていたけど、ほとんど教室に通ってる子は完璧に弾けており、弾けないのがルルナちゃんだけだったわけで、ピアノ壊しちゃえば練習もできないし、娘だけ恥をかかずに済むという感じになったようだ。あまりにも自分勝手な考えに本当に頭にきた。弁護士を通して請求額を送ると、また理不尽に怒鳴りつけてきた。またピアノ教室のお迎えで待ち構えて。こんなのおかしいわよ、あんな古ぼけたピアノ絶対払わないから。弁護士を通してくださいと言ったはずです。ギャンギャン騒ぐものだから、とうとう先生もアサナさんに怒り出した。いい加減になさってください、娘さんも来ないし、あなたは何なんですか。何よその言い方。もう来なくて結構、お帰りください。月謝を丸々持ってきてアサナさんに手渡す先生、よほど頭に来ていたんだろう。はあ、発表会に向けてドレス買ってたのにふざけんな。追い出されてもしばらくアサナさんは騒いでいた。またも先生は頭を下げてくれたが、こちらこそ何度も謝る。やがて旦那さんが弁護士と対応してくれ、請求額通りに払ってくれた。本当にすみませんでした、もう何もさせませんから。ルルナちゃん一家は引っ越すことに決めたそうだ。近所でも噂になってしまったし、ルルナちゃんもピアノ教室だけでなく学校でもひそひそされるようになってしまったらしい。あいつの母ちゃん人んち入ってピアノ壊したんだって、ヤバくねと同級生に言われるようになり、学校にも行かなくなってしまったという。そんな中、発表会の日になり、娘たちはみんな楽しく保護者たちにピアノを聴かせることができた。私うまくできてた？ええ、できてたわよ、すごかった。ありがとう。
いくつかのピアノ教室が合わせて文化ホールを借りての合同発表会だったので、娘の番が終わった後も発表会は続いていた。だが席には限りがあり、保護者は自分の子供が終わったら次の人に譲らねばならず、私はホールの外に出た。すると遠くから叫び声が聞こえてくる。聞いたことがある声だった。早く入れなさいよ、発表会終わっちゃう。やはりアサナさんとルルナちゃんだった。ルルナちゃんはバッチリドレスを着ておしゃれをしている。そしてアサナさんもブランド物に身を包んでいた。いえ、関係者以外今日は。私の娘も発表するの、早く通して。もうやめさせられたというのに、関わりたくなくて警備員に任せようと思っていたらすぐに見つかってしまう。あ、早く開けなさいよ。元はあんたのせいでしょ。娘が出られないのはあんたがピアノくれなかったせいなんだから、責任あるんだから取れよ。ロビーにキンキン声が響いてみんなが注目している。だが明らかに異常なのはアサナさん親子だ。騒ぎを聞きつけ先生が来てくれた。アサナさん、もう来なくていい、やめていいと言いましたよね。私はうんと言ってない。発表会だけでも出させなさいよ。うちの子は可愛いんだから、できなくても可愛い。その言葉に先生の限界が超えた。できなくてもいい、確かにその通りでしょう。ほらね、なら。それが努力をした末ならね。最初から練習もせず努力しない子をどうやって出せばいいの。その子もかわいそうです。ユーミンによればルルナちゃんは来てもうだうだして全く練習しないそう。限られた時間なのにピアノが家にあっても多分練習しない子だろうな。目立ちたいだけなら他へ行ってください。ここはきちんと練習した子だけが立てる舞台です。めったに怒ることのない先生だったのでルルナちゃんも呆然。アサナさんはピクピク顔を引きつらせていた。SNS に上げてやる。うちの子とはぶられたって晒してやるから。どうぞご勝手に。わざとらしく何度も先生の写真を撮りながら走り去るルルナちゃん親子。私はそっと近づき先生をねぎらった。いろいろとありがとうございます。お疲れ様でした。みっともない姿を見せてすみません。陰でこんなことが起きてるとも知らず、発表会は大成功。帰りはたくさん練習したもん、うまくできた、やったね、なんて親子の会話がちらほら聞こえた。すぐにアサナさんは発表会の日付と名前をタグにして SNS に投稿したらしい。ハッシュタグうちの子はぶられ、ハッシュタグ最悪の発表会、ハッシュタグあの先生は最低、なんて先生の実名を書いていたそうだが、すぐに教え子さんたち、そしてその親に突っ込まれたそう。コメントには、いやそれお前が悪いんじゃん、つかやめたんでしょ、目立ちたいだけなの、と自分の思うような用語コメントが来ず、速攻で記事ごと消してしまったそう。だがその騒動はまた旦那さんの目にも触れ、ついに離婚を切り出された。修理代も分割で払おうと決まったところだったのに。お前とはもうやっていけない、子供は俺が育てる、出ていけ。なんでそうだ、あいつがさっさとピアノをくれてれば。まだそんなこと言ってんのか。もう菊池さんちは関係ないだろ。お前が身勝手な行動をしたからみんなが迷惑してるんだよ。ルルナちゃんの親権も結局旦那さんに。もともと虚栄心ばかりが強く、 SNS、ブランド、そういうものばかりに目がいって、家事も子育ても苦手な人だったようだ。離婚後は実家に帰るしかなく、親に怒られ、ようやく自分が何をしたか理解し始めているとか。これからちゃんと子育てもするし、散財もしないからチャンスが欲しいよ。後悔しても今更どうにもならない。ピアノの修理代を払うためパートで働かされているようだ。旦那さんが高給取りで専業主婦をやっていたので、今更働き出すなんて辛いだろうな。私たちの方はピアノが治ってついに家に戻ってきた。やっと練習できる、次の発表会までまた頑張ろうっと。鍵盤などはやはり全部取り替えることになってしまったようで、母は少し寂しそうにしていた。おばあちゃん、一緒にピアノ弾こう。いいわよ。でも新しいピアノも私たち3人で弾けばまた思い出のピアノになってくれる。私も後で弾こうかな。うん。確かに古いものがなくなったのは残念だけど、これからたくさん親子3代で弾ければいいなと思っている。ご視聴ありがとうございました。また見てね。